1960年代の伝説的な車両であるホンダ T360 が再び自動車愛好家の間で話題となっています。新エンジンを搭載して T360 が再発売りされる可能性があるという噂が、この小型ながらも象徴的な車に対する期待をさらに高めています。今回は最新のホンダ T360 に適用されるとされるデザインを詳しく見ていきましょう。ホンダ T360 はシンプルでボクシーな形状の実用的なデザインで知られており、その時代に小型トラックとして人気を博しました。新型モデルではこのデザインを維持しつつ、現代の自動車基準に合わせていくつかの改良が加えられると考えられています。鋭いラインや強固なボクシーな外観、そしてフラットパネルの仕様がこの車両の特徴的な要素として残るでしょう。最新のホンダ T360 はオリジナルのコンパクトな寸法を忠実に守りつつ、エルゴノミクスや空力性能を向上させるためにわずかな調整が加えられると予想されます。より強調されたフロントエンドとモダンなヘッドランプの仕様がレトロで未来的な外観を生み出すでしょう。デザインの中で最も目を引く要素はフロントフェイスです。これまで小さくシンプルだったフロントグリルは拡大され、よりモダンなデザインになると予想されています。優雅なクロームのアクセントが加わる可能性もあります。クラシック T360 の象徴的な丸型ヘッドライトは先進的な LED 技術を採用して再登場することが期待されています。 T360 の外観が最大の特徴である一方、そのインテリアは現代の運転ニーズに合わせたミニマルなデザインが採用されると予想されています。シンプルなダッシュボードに基本的な情報を表示する小さなデジタルディスプレイが搭載される見込みです。ヴィンテージ感を失うことなく、そのままの雰囲気が保たれるでしょう。この新型ホンダ T360 で最も注目される変更点はエンジンです。具体的なスペックについてはまだ不明な点が多いものの、ホンダは旧モデルよりも大きく、より効率的なエンジンを新しい T360 に搭載する予定だと噂されています。また、現代の排出基準を満たすために、ハイブリッド技術が採用される可能性も高いです。